はい、皆さんこんにちは。今日はですね、これご存知ですかね、こってりラーメン成田醤油ラーメンですね。東京、千葉、福岡って書いてありますね。多分まあ千葉がまあ元々はメインだったんじゃないかな。娘がかつて、千葉県のですね、市川市元八幡というところに住んでいましてですね、そこの元八幡の駅前に、まあ、駅のすぐ近くにね、この成田があってですね、僕よく行ってたんですよ。娘のところにこう行きといった時はね、ほぼほぼ毎回ですね、好きでこの成田のラーメンを食べていたんですけどね、あのお店の方でね、その成田のラーメンがですね、カップラーメンになって登場したという感じでですね、去年とかから売ってたんですけど、うん、まあ今年も売ってたんでね、まあこれレビューの動画をね、前回は撮らなかったんで、何回も食べてるんですよ、これ。で、結構ね、いい線いってるというか、まあ、お店で食べる方が圧倒的に美味しいんですけれども、まあ、かなり再現されてるんでですね、これをですね、これファミマスでしか売ってないね。ファミマでしか売ってない感じなんですけど、まあ、千葉の方ではかなり有名なラーメン屋さんでございます。これね、まあ、これもね、レビューしながら、今日は食べていこうかなと思います。休憩時間です。まあ、毎回これはね、同じ話なんでね、特にまあ、まあそれといってまあね、こういった感じで、鍋でお湯を沸かしてね、作っていこうと思います。あの前のねガラス全開、そしてこのねスライドドアも全開に開けますよ。はい、それでは開けていきましょうか。これね、なかなかうまいんですよね、うん、ぜひ、まあ東京どこにあるんだろうね。東京ちょっとわかんないとこか。千葉にはたくさんあるんじゃないかな。あ、なんか池袋にあったかもね。池袋にあったかもしんない。結構いっぱい入ってるね。調味油と粉末スープと液体スープと、あとは火薬は最初に入れてね、ふやかさないといけないですからね。これ最初に入れますよ。こんな感じ。これほら、麺がほら結構太くてしっかりした麺ですよね。うまそうですよ、とっても。あれ、粉末スープも先なのかな。あれどうだったかな。あ、やっぱり粉末スープ先ですね。わあ、もう沸いちゃった。僕これ毎回言うんですけど、これね、ほんとあっという間に沸くんですよ。これほんとあっという間、1分ぐらいだよね、ほんとにね。行くよ、必ずこぼれるんだよ。線まで、線し、だいぶ下だね、線ね。はい、こんなもんかな、かね。そして5分待ちます。結構長いね、5分ですね。で、この液体スープとね、調味油をこの上で温めるんですよね。割り箸でいいか。割り箸使おうか。はい、そろそろ5分になりますか。はい、温まりました。では開けますよ。背脂たっぷりって書いてあるね。オープン。結構あのスープのね、目安の線が低めですよね、うん、はい、そしてですね、まあ、今こんな感じ。液体スープをね、まず入れましょうか。これに背脂が入ってんだよね、多分ね。いきますよ。あ、おお、入ってた。背脂がだいぶ入ってるね。これね、よくできてるね。うまそうでしょ、すごくうまいですよ、かなり。そして調味油ですね、入れていきますよ。オッケー。楽しみ。ではこってりラーメン成田ね、これから食べていこうと思います。混ぜるんだよね、多分ね。混ぜる、こうしようか。油すごい。わ、うまそう。わかります、これ、この感じ。うーわ。
1年ぶりに食べる。油相当すげえ。はい、こんな感じですね。早速いただきましょう。うわ、ほらスープこんな感じ。結構あ、思ったより濁ってないね。お店で食べるともうちょっと濁ってたような気がするんだけどな。あ、結構透き通ってない？いただきます。あ、うめ。あ、すっごい店そっくり、うん、これ相当よくできてる。麺もね、うまそうでしょ。かなりうまいですよ。うん、うん、めっちゃうまい、めっちゃうまい。これおいしい。まあこれを食べるとね、やっぱり本物食べたくなりますね。まあ相当よくできてる。新潟にはないですからね、残念ながらね。ぜひ新潟にも出店してほしい。うん、いやこれ本当によくできてんだ。これあんま他にはないかもね、この生麺みたいな雰囲気のやつ。うん、ファミマに売ってるんでね、今でも多分結構買ったのね。そうだね、結構前なんだけど、今でも多分売ってると思うんだよね、多分まだね。過去動画で王権ツアーなんてね、電車の乗る旅だとか、温泉に行く旅だとか、そういうのをね企画してくれる、いつもね、会社の仲間の王権さんっていう人がいるんですけど、うん、あの人ね、もともと千葉の出身なんでね、まあ結構思い入れがあるみたいで、あの人箱買いしますからねこれね。確かに、でもこれねめちゃくちゃうまい。これはぜひね、また千葉に行った時には、うん、必ず本物を食べてきます。またうまい。まあ現在何店舗ぐらいあるのかね、ちょっと把握はしてないですけど、いつも同じとこのね、そのもてやた店にしか行かなかったんで、うん、まあ、千葉に一番多分多いんだと思うんですよね。でこれもほら千葉、東京、福岡って千葉が一番に書いてありますからね。福岡も多分一軒あるとかだと思うんだよね。一軒ぐらいあるぐらいだと思うんだよね、おそらくね。東京も、うん、確か池袋にあったと思います、うん、なんかほらね、醤油ラーメンって雰囲気じゃないですよね。醤油ラーメンって思いっきり書いたんだけど、このね表紙にはね、醤油ラーメン。でもね、醤油ラーメンって感じじゃないんだよね。まあ醤油、まあどっちかというと豚骨ラーメンっぽい感じがするけどね。あのお店ではその背脂も多め、普通少なめとか言ってね、言って調整はできるんですよね。僕はいつも普通にするんですけど、普通でも相当入ってます、背脂。こっちのねつばめ三条でも
で背脂中華とか背脂醤油とかという言い方をするんだけど、うん、またあれとはねまたちょっと全然違う感じではあるかな。でも最高にうまいです。うん、成田家行きてえな。もやしが結構いっぱい入ってる。ついてた。そしてあのお肉が何も入ってないね。そういえば、うん、1枚も入ってなかったかもね。お肉は入ってないね、まるっきり。ポークエキスとかが入ったんだけど、そうだね、かやくネギはネギもやしメンマだけ。肉入ってないね、うん、そこがちょっとあれだったな。確かお店で食べると肉みたいなの入ってたような気がするんだけど、うん、まあかつてね、あのお店で食べた時のね、あの写真があると思うんでね、貼れたら貼っときます。パッって言って、うまかった。ごちそうさまでした。ちょっとスーパー残します。はい。うまいんだけど、飲みたいんだけどね。飲みたいんだけど、健康診断がまあそんな近くもないけど、結構気にして。はい。いかがだったですか。成田家。千葉に在住の方はご存知だと思うんですよね。東京の方でも結構まあ有名なんでね、ご存知の方もねたくさん今いるとかと思います。これがねまあね、多分全国販売してるんでしょうね。ファミリーマートでね、ファミまで売ってるんですよね。多分。どうなんだろう、新潟の方とかはね、あの東京とか千葉とかにねあんまり行き来のない方は知らない、全然知らないかもしれないですけど、まあこれ向こうじゃかなり有名だし、千葉では相当有名なお店なんじゃないかな。僕もまあ娘が千葉に住んでるんでね、遊びに行った時はまあ毎回ほぼ毎回食べてるようなねラーメンです。ほんと好きで、うん、まあこうやってねカップラーメン化されるっていうねだけあって、まあ、人気があるからね、まあ、有名だからこそ、まあ、カップラーメン化されたんだと思うんだけども、非常にこれもねまあ、再現率高いですね。まあね、それはまあ並べて比べればそれはわかるんだけども、でもよくできてる。味なんかはね、ほぼほぼ本当にお店で食べてるような感じですね。そして乾麺っていうか、このカップラーメンの麺にしては本当よくできてる。マジでうまかったですねこれね。まあ、僕はこれね、あの、ね、初めて食べた時のね、レビューを取りたかったんですけど、もうこれ、まあ、多分5回目ぐらい。非常にまあ好きなカップラーメン。カップラーメンの中では本当にナンバーワンぐらいにうまいかもしれないですね。いろいろあの僕はね、あの天下一品とかが好きなんで、天一のカップラーメンとか多分食べたりしたんだけど、あれは相当違うんでね、あのこってりはもうお店で食べる天一はもう本当こってこてなんだけど、あのカップラーメンのやつはサラサラでしたからね、そこはまあ全然違う。味はまあいい線いってるんだけど、これはね本当に、うん、結構忠実に再現されてる感はあるね。ね、背脂たっぷり成田家とっても美味しかったです。ちょっと値段がね結構前なんで忘れちゃったんだけど、300円くらいで買えたような気がする。はい、まあファミリーマートで、ね、売ってますんで、ぜひね、お試しいただければと思います。はい、というわけで、カップラーメンレビュー動画、ね、こういった動画もかなりしょっちゅう上げてます。まあいつか次はねこのね馬車町カレーをね取り上げて、買ってあるんでねやりたいと思ってるんで、ぜひね、この回も見ていただければと思います。そのうちやります。はい、というわけでぜひね、チャンネル登録、まあカップラーメンレビューだけじゃないよいろんな動画過去に上げてるんで、過去動画なんか ぜひね見ていただけると非常に嬉しいです。基本的には新潟市内のねとか、まあ、新潟県内のいろんなところをね、散策探索するような感じの動画を上げてます。はい、まあ、大した動画はないんですけれども、ぜひ応援していただけると非常に嬉しく思います。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。